道内では10日前から配達が始まった布マスク、通称アベノマスク。日本郵便に取材したところ、道内で配達されたのは昨日までにおよそ29万3000世帯、道内世帯数の1割ほどにとどまっていることが分かりました。日本郵便の担当者は、国から納入されたものは順次配達していると説明しています。一方、店頭でのマスク不足は解消しつつあります。そこで札幌ではこんな取り組みも。大通駅北改札口にあるこちらのボックス、余ったマスクを投函するボックスなんです。マスクの寄付ボックスは18日から札幌の労働組合が設置しているもので、集まったマスクは医療機関や高齢者施設などに送られます。いただいたアベノマスク自分は使わないんですけど、結構税金かかってるので、ちょっと有効活用してもらわないとと思って昨日、国のマスクが届いたという女性は、国が投じた466億円の予算に疑問を投げかけます。それだけの資金があれば、正直サージカルマスクを作る工場を国内に建てて、国内でうまくお金を回す方法があったのではないかなとは考えております。労働組合によりますと、昨日までにおよそ5700枚のマスクが寄付され、そのうち国の布マスクは6割近くに上ります。